子供の城。大型児童館のうち、C 型児童館の例東京都児童会館。大型児童館のうち、A 型児童館の例、秋田県児童会館。大型児童館のうち、A 型児童館の例、岩手県立児童館。岩手子供の森。大型児童館のうち、B 型児童館の例、高砂児童館。地域密着型の小型児童館の例児童館とは、 児童福祉法第40条に規定されている児童更生施設の一つ。児童館は児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、または上層を豊かにすることを目的として設置される屋内型児童更生施設。屋外型児童更生施設は児童遊園という。児童館にはその種類によって、集会室、遊戯室、図書室、静養室のほか、育成室、 相談室、創作活動室、パソコン室などが設けられており、専門の指導員によって、季節や地域の実情などに合わせた健全な遊びの指導が行われている。地域の実情に応じて、子ども会や母親クラブなどの地域組織活動の基地として、その育成指導を行うとともに、放課後児童クラブを併設することもあり、地域の子育て環境づくりや、 放課後児童の居場所づくりを担っている。自治体によっては、国が設定する放課後子ども総合プランにのっとり、体験の場、交流の場、遊びの場の3つの児童館等の機能に加えて、学びの場の機能を合わせて放課後子ども教室として、児童館等を位置づけているケースもあるについては、遊びの場と生活の場の2つに位置づけられている。日本における児童館的な活動は、 古くは、セツルメントの児童クラブにその原型を見ることができる。セツルメントは、明治末期に始まり、大正、昭和にかけて、主として大都市に発達したが、その中で様々な状況にある、子どもたちに遊びを通して、集団的、個別的に指導を行っていた。1948年に、児童福祉法が施行され、児童館は法律に位置づけられるに伴って、 地域における子どもの余暇活動の拠点として、不特定多数の地域の子どもたちに対して、健全な遊びを提供し、健全育成活動を行う場として、社会的に認知されるようになっていった。1951年には、児童厚生施設運営要領が、厚生省児童局によって編算されて、児童館運営についての基本方針が提案された。児童館の発展において、 画期的な要因となったのは、1963年度において、市町村立の児童館について、その設備及び運営費に対し、奨励的な検知から国庫補助制度が創設されたことにある。国庫補助対象については、設置及び、経営主体、機能、設備、職員配置などについて基準が示され、以後に設置される、児童館の水準に影響を与えた。現在では、 全国に約4600現在を数える施設数となり、児童福祉施設としては保育所に次いで多い施設となっているが、2000年代以降、都道府県における大型児童館への見直しの動きや、地域の小学校の統合の影響や他施設への転換などにより、全国的に減少の傾向が見られる。児童館は屋内型の福祉施設であるが、その活動は建物内に留まらない。 地域児童の健全な発達を支援するための屋内外の地域活動をはじめ遠隔地でのキャンプなど必要な活動の一切を含んでいる。児童館は子どもたちに遊びを保障する活動を行っている。遊びは子どもの人格の発達を促す上で欠かすことのできない要素であり、遊びの持つ教育効果は他で補うことができない。子どもたちは遊びを通して考え、決断し、 行動し、責任を持つという自主性、社会性、創造性を身につける。また、子供の生活が安定する環境が整備されるためには、大人の理解と協力が不可欠であり、親のグループやジュニアボランティアを育成するとともに、初期間や団体との連携を図る中で、子供に優しい総合的な福祉のちづくりを目指している。子育て家庭の子どもたちが安定した放課後を過ごせるように、 登録制で毎日学校から直接来館する放課後児童クラブ事業や育児不安に陥りがちな子育て中の母親を支援する午前中の幼児クラブ活動などはまさに児童のデイサービス事業と言える。また、不登校やいじめへの対応、虐待など深刻な児童問題の早期発見の場としても期待されるほか、家庭や学校、児童相談所と連携しつつ子供が自立できる、 要支援する活動も増加している。これら機能を発揮するために、児童館には、専門職員が2名以上配置されている。ただし、児童の遊びを指導する者人用資格を有して、いるだけでは、児童館の専門性が担保できないとも言われており、一般財団法人児童健全育成推進、財団では、認定児童構成員資格制度を設けており、より専門性を身につけるよう、 現職の児童館職員に対して、児童校生2級指導員以上の資格取得を推奨している。放課後児童クラブ職員における、放課後児童支援員認定資格研修とは異なり、児童館職員は、児童の遊びを指導する者任用資格以外の公的資格は存在しない。児童校生2級指導員、編集児童館職員もしくは放課後児童支援員の、 原任者を資格申請の対象とし、以下の科目を育成財団が行う児童構成員等研修会内視は、各都道府県の児童関東連絡協議会が行う基礎研修会を受講し、資格申請を育成財団内視は、資格申請可能な各県事連のいずれかにすることで得られる。理論科目実技科目児童構成一級指導員。 編集5年以上の実務経験がある現任者で、児童厚生2級指導員の資格をすでに有する者、ないしは申請に必要な科目をすべて受講しているもので、中堅児童厚生員等研修会で実施される、以下の科目の受講及び開始前の試験に合格した者が育成財団に申請して得られる。科目児童厚生1級特別指導員、編集。 児童構成一級指導員の資格をすでに有する、現任者で育成財団が実施する児童構成一級特別セミナーを受講し、以下の科目を受講した者が育成財団に申請して得られる。この区分に限り3年間の有効期限が設定されているため、継続には3年ごとのセミナー参加が要求される。科目児童健全育成指導士、編集。 児童構生一級指導員を有する現任者で、かつ8年以上の実務経験を有するものであって、かつ育成財団が定める全国児童構生委員等指導者養成研修会及び所定の課題を収めたものが申請して得られる。なお、実践論文は数収め賞に入賞するための学会論文レベルが要求される。科目児童館の種別と機能については、 厚生事務次官通知、同省の雇用均等、児童家庭局長通知平成24年5月15日、雇い自発零五1号第5号及び2011年3月に策定され、その後2018年10月に改正が発表された児童館ガイドラインによって示されている。小型児童館は、小地域を対象として、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、 上層を豊かにするとともに、母親クラブ、子供回答、地域組織活動の育成助長を図る、当児童の健全育成に関する、総合的な機能を有する施設。建物の広さは217.6平方メートル以上とし、適当な広場を有すること、集会室、遊戯室、図書室及び事務執行に必要な設備を有することが要求される。ただし、 他の社会福祉施設等を併設する場合で、施設の効率的な運営を期待することができ、かつ、利用する児童の処遇に支障がない場合には、原則として、遊戯室、図書室及び児童クラブ室以外の設備について、他の社会福祉施設等の設備と共用することができる。このため、学校やコミュニティセンター等との併設、合築も、時間通知上は可能である。 一般の自動センター、編集自動センターは、小型自動館の機能に加えて、遊びを通じての体力増進を図ることを目的とする事業、設備のある施設。建物の広さは336.6平方メートル以上とし、小型自動館の設備に加え、体力増進指導に必要な広さの遊戯室を有し、さらに運動遊び用具材。 体力等の測定機材を有することが要求される。他の社会福祉施設等の設備との共用については、小型児童館の要件と同様に扱える。大型児童センター、編集大型児童センターでは、中学生、高校生等の年長児童に対しての育成支援を行う。建物の広さは500平方メートル以上とし、一般の児童センターの機能に加えて、 年長児童の諸活動に資するための必要備品を設置することが要求される。大型児童館は原則として都道府県内や広域の子どもたちを対象とした活動を行っている。特に3つに区分されている。A 型児童館、編集建物の広さは2000平方メートル以上とし、都道府県内の小型児童館、児童センターの指導や連絡調整等の役割を果たす。 B 型児童館、編集建物の広さは1500平方メートル以上とし、豊かな自然環境に恵まれた地域内に設置され、子供が宿泊をしながら、自然を生かした遊びを通じた健全育成活動を行っている。そのため、宿泊施設と野外活動設備がある。C 型児童館、編集児童館すべての機能に加えて、芸術、体育、 科学等の総合的な活動ができるように、劇場、ギャラリー、屋内プール、コンピュータープレールーム、宿泊研修室、児童遊園等が付設され、子どもたちの多様なニーズに応えている。2019年時点では、日本国内ではこのタイプは存在していない。なお、C 型児童館に関しては、児童館の設置運営についてでは規定されているが、児童館ガイドライン上は規定されていない。 上記の基準は満たさないものの、小型児童館に準じた地域の実態に即した施設としている。児童室などの名称が与えられるケースや、設置自治体の条例上の児童館ではないケース等も存在する。ありがとうございます。